こんにちは、こんばんは。ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。うぷ主の咲熊です。さて今回は、日本三大悪女の一人と呼ばれている、日野富子です。だからこれで日本三大悪女とか、パンチが足りんて。近年になって、彼女が応仁の乱の原因だという説が覆されたり、他にも色々な説があるから、それも話すぜ。彼女は世を混乱に陥れた悪女か、息子のため、国の安定のために必死に戦った賢母か。どこまでも強い女の一発逆転劇。日野富子のお話です。日野富子は1440年、室町時代後期に京都で生まれました。父は日野重政。母は北小路光子。富子は勝ち気で、自分の意見をしっかり持った美しい姫君だったそうです。富子は16歳の時に、室町幕府八代将軍、20歳の足利義政の元に嫁ぎました。日野家は代々足利家と姻戚関係を結ぶ、由緒ある家柄で、義政の母は、富子の叔母にあたる日野重子でした。義政は幼くして将軍となり、周りから過保護に育てられたため、意志の弱い、常に周りの意見に流されるような人物だったと言います。そんな彼を支え、政治でも主導権を取り幕府に君臨していたのが、乳母の今参りの局、育ての親とも言える烏丸助等、側近の有馬元家でした。この三人は名前に馬がついていることから、三馬という異名で呼ばれていたらしい。何その中に心くすぐるネーミング、主人公に立ちはだかる敵キャラ感満載じゃないですか。特に富子にとって脅威だったのは義政の乳母、今参りの局でした。実はこの今参りの局は、義政の側室でもあったのです。この時代の乳母は、自分が世話をしている若君が成長し妻を迎える年齢になると、自ら寝屋の手ほどきを行うこともあったそうです。義政はこの今参りの局を寵愛し、成人してもそばに置いていました。バンチのパターンか。いやこれ強敵ですよ。母代わりであり、初めての相手でありしかも初恋かもしれないとか強敵ですよこれは。ワクワクしてんじゃねえよ。面白くなってまいりました。いやめっちゃ楽しそうだな。彼女は義政に対して大きな影響力を持ち、幕府の人事にも介入していた影の権力者とも言える女性でした。さらに義政には、他にも多くの側室がいたのです。富子と義政の夫婦仲は決して悪くはなかったのですが、富子はかなり嫉妬深かったとも言われており、将軍が多くの側室を持つことは当然であっても、富子にとって側室たちの存在は面白くはありませんでした。富子は1459年に、第一子となる男子を産みます。しかしその子は、その日のうちに亡くなってしまいました。嘆き悲しんだ富子は、これは今参りの局が呪いをかけたせいだ、と訴えたのです。この訴えは認められ、今参りの局は流罪に処されてしまいました。言いがかりがすごい。この時代、呪詛は重罪だったからな。しかし今参りの局は、流刑地に護送される途中に自ら果てたという。だがこれには裏があってな。もともと今参りの局と犬猿の仲だったのは義政の母、茂子だったんだよ。二人の対立はよく知られていたから、日野家を陥れようとした今参りの局が呪いをかけても不思議じゃないという噂が広まってしまったんだ。その噂を信じた富子が、夫義政に直談判した。じゃあ、富子が今参りの局を罠にはめたわけじゃないの？それはわからん。その噂を利用したかもしれんしな。刺したる証拠もないのに罪をでっち上げ、日野家の力でそれを義政に認めさせたんだ。人事などでも茂子と対立し、義政に強い影響力を持つ今参りの局は、日野家にとっても邪魔な存在だったからな。ちなみに富子はこの時、どさくさに紛れて義政の側室を4人追放してるんだ。ああ、これは確実にやっちまってますなー。なんてことだ。そんな落ち込むなよー。富子は、1462年と翌年の1463年に続けて子供を産みましたが、どちらも女の子でした。その後も、二人の間に男子が生まれることはなかったのです。この頃義政の政権内は揉めに揉めており、幕府の守護大名同士の対立や芝氏、畠山氏の家督争いなど、問題が山積していました。そんな中、男子は望めないと諦めた義政は、出家していた弟義仁を減俗させ後継ぎとします。1464年、弟は名を足利義満と改め、義政の後継ぎとなりました。そして幕府の重鎮、細川勝元が義見の後見人となります。世継ぎを埋めなかった富子の悲しみと無念さは、察するにあまりあるな。しかし、
吉見が次期将軍となるべく、準備を始めていた最中。事態は、思いもよらない方向へと動きました。翌年の1465年、富子が世継ぎとなる男子、義久を出産したのです。いや、このタイミングでかい。一発逆転。がぜん勢いづいた富子は、当然我が子を将軍にしたいと考えます。しかし、ただでさえ揉めていた家臣たちは、ここでさらに真っ二つに分かれました。すでに決まっている後継者、足利義見こそ次期将軍だと考える細川勝元一派。義政の正式な嫡男である義久を、次期将軍に推したい義久の後見である山名宗全の一派。ですが富子ははじめは、義久が元服するまでの中継ぎとして、義見に将軍職を継いでもらうつもりだったのです。自分の妹を義見に嫁がせるなど、決して義見との関係は悪くはありませんでした。しかし義久を次期将軍にしたい一派は、義政に義久が元服するまで将軍職を退かないことを望み、義見を擁立する一派との対立を強くします。ですが二つの派閥が関わっていた問題は、これだけではありませんでした。この頃、幕府の守護大名畠山家の家督争いが激化していたのです。畠山家は、諸子にもかかわらず家督を譲り受けた畠山義成と、それに反発したいとこの畠山政長が、当主の座をめぐって争っていました。そこに、義成側についた山名宗全と、政長側についた細川勝元が参戦。それぞれ肩入れしていた人物が家督を継ぐことを主張し、事態は混乱を極めます。いや一旦落ち着けやおっさんら。ごもっとも。ちなみに、細川勝元は山名宗全の娘婿なんだよな。何その愛憎関係。応仁の乱は、富子がきっかけで起こったと言われることもあるが、実はもともとあった幕府内での権力争いなどの、様々な要素が絡み合って戦に発展したんだ。その因縁は義政の父の代からの清掃も絡んでいて、その確執は根深かった。後継ぎ問題も要因の一つだが、もし富子が男子を産まなくても、いずれ内戦は勃発していたんだよ。1467年、畠山義成と畠山政長が開戦し、そして、それぞれを支持していた細川勝元と山名宗全の争いもついに、戦へと発展しました。やがて西軍の山名宗全、東軍の細川勝元に分かれて、応仁の乱が始まったのです。当初義政は中立の立場でいましたが、その後東軍を支持し、富子も義政に従って東軍に属しました。東西両軍の争いはやがて、山名宗全、細川勝元がそれぞれ死去すると、その勢いを失ってゆきます。プライドで喧嘩して、戦まで起こして、人間って、バカよね。ごもっとも。義政は完全に政治への興味を失い、息子の義久が元服すると、義久に将軍職を譲り隠居します。1469年、義久は9代目将軍になりましたが、当時まだ9歳の子供でした。そのため富子の兄日野勝光が後見人となり、富子も兄と共に義久の補佐をすることで政治にも介入し始めました。さてここからちょっと空気になりかけていた主人公、富子の悪女列伝が始まります。よかった、空気になるくらいあったら悪女でおって。富子が悪女と言われるゆえん、それはお金です。富子は将軍の正室という立場を利用し、賄賂を受け取るなどして蓄財に励み、やがて金融業を始めました。なんと彼女は、戦の真っ最中の東軍西軍両方の大名に、多額の金銭を貸し付けていたのです。そなたも悪よのう。そしてその利益で米の投機を行うなどして、莫大な資産を築いて行きます。今の時代に生きていたら、投資でバリバリ稼いでいただろうな。いややり方が悪徳業者、やかましいわ。さらに京都に関所を設け、通行料などの利益のほとんどを自分のものにしていたそうです。富子は今の貨幣価値で、60億円もの資産を貯め込んでいたというのですから、すごいですね。でしたもんだ姉ちゃん。悪どい顔で褒めたたえないであげて可愛いけど。しかしこの行動で、彼女は悪女と呼ばれることとなりました。そのお金で派手で贅沢な暮らしをしていると言われ、さらに後土見門天皇との不倫が噂されるなど、評判は最悪でした。だが、不倫の噂は富子の侍女に後土見門天皇が手を出していただけで、富子は全くの潔白だったんだよ。豪華な暮らしといっても、そや将軍の正室なんだから鍵に装う必要はあっただろうし、ほとんど言いがかりなんだよな。富子は火事で焼け落ちた御所の修復費用を出すなど、幕府のためにもその資金を使います。
そして大名にお金を貸し付けていたことも、利益の他に目的があったという説もありました。富子は、応仁の乱の際にお金を貸した大名に、京都から撤退するように交渉していたとも言われています。さらに西軍の主力人物を買収して寝返らせたり、西軍の大名に高い役職を与えるなどして懐柔したそうです。富子は、応仁の乱の収束のためにお金を使っていたという説があり、その行動が、この無益な戦いを終わらせるきっかけになったというのです。富子は、武力ではなくお金の力で戦争を終わらせようとしていたのかもしれない。汚い手だとも言われるだろうが、それは彼女ができる、精一杯の戦いだったんだ。もちろん、息子を将軍にするためという理由もあっただろうが、応仁の乱が終わったら今度は、戦乱によって壊滅的な被害を受けて、荒れ果てた京都の再建にもお金がかかる。だが肝心の幕府の財政はあまりにも脆弱で、全く役に立たない。だから関所を設けて、通行料を取り続けた。もちろんこれには市民の不満が爆発し、一揆まで起こされたんだがな。だが幕府を立て直すためには、恨まれても、突き進むしかなかったんだよ。ちなみに彼女が亡くなった時、あれだけあった莫大な資産は、全く残っていなかったそうだ。それが彼女の、戦いの答えだと思う。でも、これはあくまで一つの説だ。そうやったら、かっこいい。いや、その顔のまま泣くなよ。さて話は変わりますが、京都の名所に銀閣寺と呼ばれる寺があります。銀閣寺という名の割に、見た目はただの木造の建物です。実はこれには、富子夫婦が絡んでいました。将軍職を引退した義政は、東山に山荘を構え、庭園作りに没頭します。そして自称寺を建てるのですが、義政は、彼の祖父足利義満が建てた金閣寺のように、銀箔を施し、荘厳な寺にしたいと考えました。しかし、彼にはその資金が足りません。そこで義政は、富子さん、資金援助を願い。断る。こうして銀閣寺は、ただの木造建築となりました。富子さーん。このことで、富子は天下の悪妻と呼ばれてしまうがな。道楽旦那に大金使わせる方があかんて。1476年に富子の兄勝光が亡くなり、富子が息子の後見人として辣腕を振るい始めます。義久は、口うるさく干渉してくる母を疎ましく思いました。しかも父義政は未だ自身の権限を手放さず、義久は苛立ちます。いやあんたはおとなしく寺作っときや。これ以上作らせるな。富子さんはお金出してくれんのだぞ。ビュン。彼は出家騒動を起こすなど不安定な精神状態となり、叫びたりになってしまい、1489年に25歳の若さで死去してしまうのです。その後義政が再び国政を取りましたが、病に倒れてしまいました。そこで義政と富子は義見の息子、足利義胤20代将軍を継がせることに決めました。義見はかつて息子との後継ぎ争いを繰り広げた人物ですが、義胤の母は富子の妹で、義胤は富子の甥にあたるのです。1490年1月7日、足利義政逝去。富子は出家し、尼となりますが、彼女は権力の中枢に居座り続けます。いやもう非行や富子さん。そしてここから、新たなバトルが始まりました。義胤の後見人となった義見は、富子が細川家と組んで、義胤のいとこ義澄を擁立しようとしていると言いがかりをつけ、富子の領地を没収するなど、弾圧を始めます。富子の力を削ぐためだな。いや個人的恨みあって。しかし、翌年1491年に、義見は亡くなってしまいました。ですが今度は義胤が独裁政権を敷き始め、富子や諸大名たちの反感を買います。1493年、富子は他の大名たちと連携し、明王の政変と呼ばれるクーデターを起こしました。そして義胤を将軍の地位から下ろし、足利義澄を11代将軍に就かせたのです。ちなみに、義澄は富子の姪の息子だ。富子さんどこまでも貪欲。明王の政変の3年後の、1496年6月3日、日野富子は57歳で、この世を去りました。最後まで政治の中心で、戦い続けた富子。それは金と権力に対する執念だとも言われていますが、でも彼女はきっと、後世の我々の評価など意に介していないでしょうね。混乱を極めた時代の中、戦に明け暮れる男性たちの後ろで一人、必死に幕府を支えてきた儒傑。もしかしたら、悪女として語られていることさえ、悪女、上等だわ。
と、笑い飛ばしているかもしれません。富子の悪女説は、ほとんどが江戸時代に作られたものだと言われているんだよ。またか、いい加減にせよ江戸。まあ、儒教の影響で、女の分際で権力を持つとはけしからん。こんな奴は悪女だ、ってことだろうな。でも後年はちょっと、困ったお母ちゃんになっちゃった感はあるんよね。息子もかわいそうに。バイタリティ溢れる母親を持つと、子供は苦労するわー。それでは、ご視聴ありがとうございました。また次回もよろしくお願いします。チャンネル登録していただけると嬉しいんだぜ。